今年も日本一の最速ハンターを決めるモンスターハンターフェスタが開催された。全国5都市で開催され、腕に覚えのあるハンターたちが熱い戦いを繰り広げる今大会。なんとこの熱い戦いに参加したいという男たちがいた。はい、そんなわけでファミ通ウェブ DVD もですね、モンスターハンターフェスタ09で開催されている仮王決定戦、こちらの方にですね、ぜひぜひ参戦してみたいと思っております。そして私が、送り込む資格はこの2人です。周作くんとオズマです。どうぞ。半端な感じの入り込みだけども、はい、今回仮王決定戦ファミ通ウェブ DVD の代表として戦っていただくわけなんですけども、まずちょっと鼻毛出てますけど意気込みの方お願いします。はい、大妻は、はい、そんだけでですね、もうやる気満々なんでね。でもこれ実はですね、結構2人真面目な話言っちゃいますけどね、結構練習してるんですよ。だから結構いいタイム期待できちゃうんじゃないかなというわけで、遡ること2日前、2人はエンターブレイン会議室で練習を行っていた。すでに行われた東京大阪大会の結果をもとに、使用武器は片手剣とハンマーをチョイス。ここでこの時点で最も有効的な戦術を紹介。開始直後、ボマーのスキルがついているハンマーに支給品オータル爆弾を渡す。そしてクルペッコに向かっていき、片手剣が落とし穴を足元に仕掛ける。続いてハンマーが爆弾を設置し起爆すると、クルペッコは落とし穴に落ちるので、そこにハンマーのタメさんを頭に当てる。その時片手剣は怪力の種を飲んで2人の攻撃力を上げる。そしてひたすら切り続け麻痺を狙う。もちろんハンマーはそのまま頭部を攻撃しめまいを誘っていく。クルペッコが落とし穴を脱出したタイミングでうまくいくとめまいを起こす。めまいが回復した時、麻痺が蓄積していれば麻痺状態になるのでそのまま攻撃。もちろんハンマーは頭を狙っていく。あとはクルペッコに総攻撃を仕掛けると討伐することができる。ちなみに東京大阪大会の予選最終通過タイムはご覧の通り。名古屋大会では1分30秒を切れないと通過は難しいだろう。一つの動きをミスするとリカバーするのは難しい。何度も練習を繰り返しミスを少しでもなくす。
さん。なんだよこれ。やってきたじゃん。山田さん、いや行った直後にってすごいフラグの回収率ですよ。本当にびっくりするぐらい早かったですよ。え？こうして男たちの練習は明け方まで続いた。もちろん名古屋のホテルでも2人は練習をした。そして練習の末叩き出した結果が1分23秒。このタイムが本番でも出せれば予選も通過できるだろう。そんなわけで2人ともじゃあ頑張って、カリオ決定戦、カリオなれるように、カリオですからね、ファミスウェーブ DVD もカリオになれるように、ほら行ったから行ったから、ほら早く行ってこい、もう。はい、じゃあ頑張ってね、頑張って。だらだら歩くな、まっすぐ行けよちゃんと。おい、オズマ。予選まで多少の時間があるため、2人はおみくじと絵馬を購入し必勝祈願。おみくじはどうだったの？はい、三吉、三吉、三吉、はい、あ、いいんじゃない。結構それなりな大匂いはしないと思うけど、大吉ではないから。続いて絵馬に願い事を書いてみる。はい、じゃあそれぞれ読んでください。二次元に行く、二次元に行きたい、はい、彼女が欲しい、はい、じゃあ願いが叶うといいな。そしてついに予選が開始された。ハイレベルなハンターたちが次々と好タイムを叩き出していく中、ついに二人の出番が。果たして練習の成果を出すことができるのか。ここまではほぼ完璧。誰もがこのままいけると思ったが、修作くん痛恨の一落ち。その後も緊張からか麻痺が治ったクルペッコにいいようにやられてしまう二人。で作った思い出が今もなお僕の。ここから先は察してください。はい、じゃあ結果を言ってください。はい、2分29秒。はい、2分29秒。もちろんそんなタイムでは予選を突破できず、結果は117チーム中28位。見事に中途半端な結果に終わった。はい、そんなわけで今罰ゲームのですね、お片付け、手伝ってます、修作くんと、オズマが。でもね、全体で28位。どうなんだろう。いや、やっぱすごくねえな、微妙だな、微妙だな。はい、
そんなわけで、まあ、ちゃんと最後までちゃんと片付けてもらうんでね、2人にはね。はい、そんなわけで、ファミツウェブ DVD in、モンスターハンターフェスタ09名古屋大会、でした。お疲れ様でした。